まあ家族のためねそれから会社のためお客さんのためいろいろなためはあるでしょうけども吉田さんが言われるようにね人間は自分のためにですらやらないんだろうなというふうに思ってますだからこそ根性もいるし瞬発力もいるしある程度自分を追い込んでいく環境を購入するということもあると思うんですよ、まあ、だからコミュニティに入るんじゃないですかねでコミュニティで目標を宣言してその目標に向かって まあ取り組んでいく、もしくは人の力を借りていくみたいなことをしていくんですよその最初の一歩なんですよ YouTube で量産するみたいなの YouTube で量産することが目的でも何でもなくってそっからどうするかなんですよねまあ言ってみればまあプロのスポーツ選手になろうとする人がジョギングや腕立てせとか懸垂をするようなもんなんですよだからいくらねジョギングが得意になっても懸垂が得意になっても勝負はそこじゃないんですよねそれを組み合わせた果てにあるんですよ そして戦うべき場所にはライバルがいます。そのライバルはおそらく自分と同じかそれ以上のトレーニングを積んできてるんですよね。だからその辺甘く見ない方がいいですよね。月収100万。確かに目標としては響きがいいと思いますけども、月収100万の前に月収5万の安定の売り上げを作れますかってことですよね。月収1万。この安定した売り上げが作れますかと。みんなの銀行一つマスターできずにポイント活動の モッピーをやらずにね自己アフィレートの成績10万20万すら作れずに一体どこに向かっているのかなってことですよね。その辺ではねほんと厳しく私もね見据えていかないかなといけんなと思いますね。自分に対してすごくそこは冷静に見てるところでまあ仮にね家族のためと思うなら片手片足を差し出してまで守るべき意義があると思うし自分の人生や命をね 引き換えても守れるはずなんですよ。ちょっと眠いとか疲れたとかね。うん、経験がないんですとか。不安です、心配ですみたいなのは、もう打ち捨ててですね。まあ、突っ込んでいくしかないかなというのが私の思いで。まあ、吉田さんと結構近い考えですかね、この辺は。で家族のためって言うんだったら、やり通せという感じですよね。つまり、頑張ったけどダメでしたっていうのは、家族が追い詰められることを指を加えて見ている一人の男がそこにいるってことなんですよ。 何ともかっこ悪いことだと思いますね。勝負かけていきましょう。いってらっしゃい。